そうだな、リビー一緒だもんな。戦いの中で答えはある。さあ、動画的にも一言申し上げておきますと、キリストはあと7分、あと7分ですので、キリストは終了っぽいですね、テルコックは。さあ、リュウザンギ、さあ、どっちが有利なのか、なかなか結論の出ないリュウザンギではありましたが、さあ、どうやら逃げ出す巻きと真空を駆使すると、リュウがよりっぽいと。あとですね、EX バニーを見てから波動拳を抜けても一発しかヒットしないという距離で波動拳打ちまくりみたいなね、そんなこんなでリュウが有利みたいなことを言ってますかね。なかなかね、逃げると真空をねやるのは難しいですからね。さあ、イエスマニー、これはガード、大ファン勝利。さあ、前捨てそこで一瞬の隙を突いていった。さあ、バスターして飛んで、ダメなり、それは勝利、それは出しますよ、1キルだ。さあ、これは釣ってイエスバニー。さあ、消えられで釣ろうとしているがしっかりガードした。これよく見てる。さあ、立ちこまん、チラシ、さあ、チラシ、チラシ、チラシ、さあ、差し返していく。さあ、ダブラリで対抗して、さあ、勝利で割り込んでいった。真空は使わない。さあ、反対側に逃げて、釣りを、これはバレバレだったが、昇竜拳が安いところ、灼熱が、チワシが、さあ、チワシ、さあ、残りのゲージあるぞ、灼熱、全部ゲージ使った、イエスバリガード、大パン、チワシ、さあ、これは0点1をしたとまき。はい、じゃあ、イチ君連戦ですね。こっちが来てもらって、クロス、ブッダがワンピーです。はい。すごい。なんだそのキャラ、ワンピーだよ。さあ、本来は剣使いであるはずの一流は、ハルキング講演会のギリマスを見て何を思うのでしょうか。デストラクション。